年収チャンネル。はい、年収のコンテです。はい、山本です。じゃあ今回新しいゲスト佐藤さん亀にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。佐藤さんはどちらの企業ご出身なんでしょうか？株式会社博報堂に、勤めておりまして、合計で6年ほど、新卒から博報堂で働いておりました。本日は博報堂についていろいろ聞けるんですね。電通 ADK 出てるんですけど博報堂出てなかったんで、あ、もうちょっと負けてられないので面白い話ができると思いますので博報堂って何の会社ですか？大きく言うと広告代理店、総合広告代理店なんですけれども、どちらかというと制作とかクリエイティブとか、そういったところにまあ力を他の代理店よりも入れてるような印象はあるかなというふうに思います。そうなんですね。制作クリエイティブに力を入れてるんですね。はい、そうですね。力を入れてるっていうのはいい言い方ですけど、悪い言い方するとクリエイティブの部署の方とかが幅利かせているような会社っていうのが正しい言い方なのかもしれないですね。博報堂で佐藤さんはどんなことされてたんですか？大きく2つ、やってまして、最初のうちは新卒から営業の部署に配属されて、クライアントさんの、マーケティングの、サポートと CM の制作とか、で後半の方はデジタルの部署に入って、デジタルの低迷期というか、YouTube とかも含めて一般的でない中で、デジタルを博報堂としてどうやっていくかみたいな時代に2年ほど、携わらせていただいて、最終的に博報堂その時に、辞めたと。CM とデジタルどっちもやれたと、結構博報堂の中でもなんか王道のキャリア、ちょうど移動のタイミングだったので、次じゃあどういうことをやるのかなっていうふうに考えた時に、一通りもうなんかやったかなと、いうことでちょっと別のキャリアも知ってみたいなということで、転職という形を取らせていただきました。なるほど。企業名は言えないと思うんですけど CM ではどんなことやってたんですか？食品消費財ですね、シャンプーとか化粧品とか、大量にやっぱりああいった CM って流れるので、非常にヘビーな制作ワークみたいな、毎日深夜まで残って編集に立ち会ってみたいな、華やかなのは撮影現場だけみたいな感じですか？そうですね、大体その博報堂を含めて広告代理店の人が女性のいる場とかで、話したりするのは現場の話なのでその後の夜な夜なお菓子をむさぼりながら深夜の編集に立ち会うみたいな姿はあまり話さないので営業が深夜のコーヒーをコンビニに買いに行ったりとか、そういったところは飲み会では聞かない話なのかなと確かに思います。一般的には撮影現場で女優さんとこう打ち合わせしてみたいな、 そんなイメージですもんね。そうですね、女優さんが CM の本番に出られる前に、代わりにその立ち位置とか確認するスタンドインのモデルさんっていうのがいらっしゃるんですけれども、休憩時間にちょっと仲良くなったんだよみたいな話とかをよく、代理店の人は話はするんですけど、切り取られたところだけ話されるので今に至る代理店のイメージが作られたのかなというふうに思います。夢持ってたんですから勘弁してくださいよ。博報堂に後ろのめっちゃ辛い話が気になってきたわ、世の中に出ていない。そうですね、9割5分ぐらいは出れないかと思いますので、メディア側と消費財メーカー、中間でこうリレーションをするわけじゃないですか、右から左へと、もっとこうしろとか、これだとテレビじゃ出せないとか、なんかこのクライアントというか、おかみが2人、2つあるみたいなイメージなんですけど、それやっぱしんどいんですか？そのおかみ、2ついるのは事実なんですけれども、どっちのおかみがでかいかっていうのはやっぱりあってですね、僕が担当してた消費財メーカーさんなんかは、もう日本の巨大メーカーだったりするので、テレビ局とかメディア側の人間も全てメーカーさんの言うことを聞くっていうのが、僕の場合はそういう形だったので、年間何百億とかっていうテレビ CM の予算を使ってるような会社なので、空いてるそのテレビの CM の枠をいろんなメーカーさんとか企業側がバイイングしていくわけですけれども、まずはおかみのメーカーさんの方から買って残りの枠を残りの企業さんで分けるみたいな、そんなルールはないんですけれども、優先度がそのぐらい違うぐらいのおかみでしたね。なるほど、そのメーカーさんが言うんだったらおっしゃる通りにってなるわけですね。はい、CM にかける制作費も本数もやっぱり多いので、我々としてもその一本一本を真剣に、もういつも以上に真剣に作らなければいけないですし、そこの作品に対するプレッシャーみたいなところもやっぱり大きかったので、その企業名、僕らもまだ聞いてないですけど、花王とかライオンとかって、この番組は花王の提供でお送りしますみたいな出てくるじゃないですか。たまに花王だけの時とかあるじゃないですか、めちゃくちゃ金かかってますよね。今俺花王な気がして本当に聞いてないんで分かんないし、言わなくていいんですけど、当時いた営業の局がですね、100人ぐらいの規模なんですけれども、全員がそのクライアントになりました。100人でそのクライアントを担当するんです。僕は明確に言うと、シャンプーとか、そういうヘアケア商材の担当だったんですけれども、他のラインで言うとスキンケアチームがあったりだとか、入浴系のものがあったりだとか、あとはメディアの部署もあったりとか。俺らが買ってるシャンプーの値段の
の半分とかが広告費かって分かるよね。博報堂の社員100人が動くって、その100人の人件費いくらだよみたいな。1人1000万でも10億だからね。そうですね、不夜城と呼ばれる局に不夜城、不夜城です。それは決してあの飲み会での不夜城ではなくて、編集立ち会いとかを含めた不夜城です、ね、仕事も多いし、はい、そのお客様だからこうもういつも以上に丁寧にやらないといけないし、はいはい、9人全員動くし、ずっと電気がついてる、はい、ってやつね。僕がいた時代は昨今の残業規制とかある前なので、今は多分少し緩和されてるはずです。まあ、そうですよね、はい、デジタルっていうのは具体的にどんなことしてたんですか？大きく分けると、うん、メディアのバイングのプランニング、うん、まあ大きく2つです、うん、営業の部署が各クライアントを担当してるんですけども、その営業からデジタルの相談を受けて、この企業でこういう課題があって、予算がいくらぐらいなんだけれども、デジタルでどういうふうにやってマーケティングをサポートしていくかっていう相談を、 YouTube でこういうことを企画しましょうとか、バナーとかウェブの広告を回してこういうふうにサイトに連れていきましょうとかっていう、まあ全体のまあウェブのプランニングと、あとメディアのバイングのまあディレクション。サイバーエージェントみたいな広告運用するのとはちょっと違うんですか？博報堂の社内に細かい運用とかをする部署っていうのはいないんですね、うん、デジタルアドバタイジングコンソーシアム、まあ、通常 DAC と呼ばれる会社だったり、うん、IREP と呼ばれる会社だったり、うん、博報堂のグループの中に、うん、そういったウェブの細かい設定運用を、やっていただける会社があるので、うん、そういった会社に対してプランを、まあ、ディレクションする。 DAC と IREP がなんか博報堂系列みたいな感じで、うん、オプトとかはなんか電通系列みたいなイメージが。そうですね、はい、そこででっかいナショクラとかを取ってきて、広告の運用はそこに投げるみたいな、はい、で、はい、レポートを上げていただいて、まあ、僕らがクライアントさんに提出する、うん、実際お給料は良かったんですか？残業代が大きい会社、うん、新卒の時から本給と残業代が同じぐらい、年収ぐらいはあったかなっていう。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。